ヒロボ君はどうして宇宙飛行士になったの？宇宙が好きだったから。どんな試験をしたの？重力テストとか安全試験を受けたよ。大変だったね。大変でした。ヒロボ君の夢を教えてください。人とロボットが仲良く一緒に暮らす未来を作りたいんだ。ロボット宇宙飛行士として、僕にとっては小さな一歩だけど、ロボットにとっては大きな